だいぶ伸びて、終わってる花もいっぱいあるので一度切り戻したいと思います。結構短めに カットします。肥料も足してみます。何個ぐらい？6個ぐらい足しました。こんなに大量にあるのでここから種を取りたいと思います。終わった花を取っていって種が膨らんでるやつを探します。とっても細かいですけどここの中に種が入ってるのでこれを取っときます。めっちゃ細かいですけど少し葉っぱが出てきてます。だいぶ葉っぱが青々して元に戻ってきました。丈もコンパクトです。